結構さ、今回ね、アドモールにしましょうか。アドモール。あの、アドモールっていうね、あの、情報商材の ASP がね、昔あって、まあ、今もあるみたいで、まあ、イケイケなんですよ。インフォスタイルでもいいかな。インフォスタイルだったかな。かとりあえず超イケイケというかね、レターイケイケみたいな。ガンガンイケイケみたいな。で、で、その、 お問い合わせでね、まだそのアドモールで商品買ってますみたいな。で脳汁垂らしてますみたいな。もうやめますみたいな。もう根っからのノウハウコレクターみたいな。で、お問い合わせいただきまして。で、もうアドモールから卒業しますみたいな。うん。なんかね、結構まあ、久保、久保さんのところは多分もう少ないのかわかんないですけど、まあいろんな教材買いまくって、ノウハウコレクターで、 ま、結局、何も、うん、変化してない。そう。あの、クレジットカードはどんどん減るけど、残、クレジットカードは使いまくるけど、自分のスキルは何も変わってないみたいなね。うん、なんかね、あれなんですよね、多分、お金を稼ぐスキルをつけたいよりかは、なんか、なんか、夢みたいというか、 なんかそのレターを見たいというか、逆に。まあ多分、本質的にはね、別にその、うん、そうじゃないかもしれないんだけども、でも蓋を開けると、全く行動しないわけですよね。うん。本気で、心からスキルをつけたいと思ってるんだったら、日々精進するはずなんですよ。だってスキルなんか、なんか、日々やらないとスキルつかなくないですか、久保さん。なんか、なんか、 空手の黒帯かわかんないですけど、空手のね、なんかその、段を上げるのに、練習しないと無理ですよね <laughs>。日々練習、毎日練習しないと。1に練習、2に練習、3に練習、4に練習、5に練習みたいなことやんないと、まあその段なんか上げられないですよね。いきなりなんか瓦割れるのかっていうと、多分割れないですよね。うん。だからまあ、 まあ、普通に考えればわかることだと思うんですよね。まあ、天才だったらいいですよ。天才だったら。うん。普通の凡人が練習せずにね、プロ野球選手になれるわけないじゃないですか。<laughs> 天才でも難しくないですか天才でも難しいと思うんですよね。練習しなくていけないプロ野球選手。なんかその、球団から一位指名みたいなね。<laughs> 高校野球大活躍。インタビュー。いや、僕練習しないんですよね。みたいな。練習嫌いで。みたいな。<laughs> なかなかファンキーですよね。ファンキーやなぁ。うん。多分、一番の問題っていうのは、お金を稼ぐスキルが本当にないんだと思います。うん。そう。 それが一番の問題だと思いますし、僕がネットビジネスをこうやっていく中で、まあ一番その考えてたのが、あの、これさえ、このスキルさえつければ、飯はなんとか食っていけるだろうっていうことに、を考えてましたね。ネットでお金を稼ぐっていう行為は、多分そのネットっていうものはなくならないので、なくなりますよネットって。多分ネットってなくならないですよね。 まあこれ17年前の話なんですけど、多分ネットはなくなんねいと。で、ネットで何かお金を稼ぐスキルがあれば、なんとか飯食っていけるだろうと思って僕は続けてましたから、もう大前提としてね。だからずっと続けたっていう。うん。なぜ続けたのかっていうと、インターネットを活用してお金を稼げるスキルがあれば、まあなんとかやっていけるだろうと。はい。今やって,っておりますね。いってらっしゃい。